福井文化テレビジョンは1990年代に福井県を放送対象地域とする民放テレビ第三局として開局準備を進めていた放送局である。福井県への民放テレビ局第三局用の周波数が割り当てられた際に複数の申請があったが、1998年11月までにすべての免許申請が取り下げられ、 1999年1月18日付にて、第三局用の周波数の割り当てそのものが取り消された。なお、送信書は、福井市安訪山、周波数は、UHF23CH を予定していた。なおその後も、福井県第三局開局に向けた動きはなく、二局体制の、ままとなっている。開局断念の理由として、ネットワークサービス福井。 ミネミナミケーブルネットワークなど、福井県内に相次いでケーブルテレビ局が開局したことや、TBS テレビ朝日両局が経費の関係上、系列局開局を拒否したことなどが挙げられている。なお、福井県内のケーブルテレビ局では、TBS 系列が、例北で、北陸放送、ミネミナミで毎日放送が放送されている。また、テレビ朝日系列も、例北では、 北陸朝日放送、峰南では朝日放送テレビが放送されている。また、中日新聞福井版のテレビ欄などにも、系列局がない TBS 系列の CBC や、毎日新聞福井版のテレビ欄にも毎日放送の連続ドラマなどの広告が、現在も掲載され、現在に至っている。なお、福井県における JNN のニュース取材担当は、現在は、霊北が、 北陸放送、峰南が毎日放送がなっている。ありがとうございます。